皆さんこんにちは。今日はですね、女子のプロバスケットボールチームのアウルズが、今回鑑賞法の方でスポンサーやらせていただきまして、あと選手の怪我とか、慢性的な痛みとかのケアをっていうことで、関わらせていただいてるんですが、じゃあ平田選手にお越しいただいて、実はかなり長い間首がちょっと痛かったみたいで、その治療をしてっていうのをついこの間行ったんですけど、その時の感想とかをお聞きしたいなと思っています。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。今首この間治療させてもらったんですけど、そのいつ首痛めたとかっていう経緯を簡単にお話しください。はい、首を痛めたのは夜行バスで移動している時にちょっと寝方が下手で、寝方が下手だったんですね、はい、思いっきり寝違えてしまって、そこからずっと9年間引きずって9年、はい、はい、この間首どのぐらいでしたっけ、動くの。本当に少ししか動かなかったんですか。そうですね、あんま動かなかったです。何度ぐらい動かしてみたら。何度ぐらい、難しいですね。あんまり首今みたいには動かなくて、どうして首少しか動かないのにバスケットボールやれるんだっていうぐらい体でこう見てるみたいな、感じだったんですけど、多分どうでしょうね、30度とか45度までいかないぐらいだったと思うんですね。重いとか、首倒し曲げたらとか、張るとかもない。張る感じ。どこ一番張ります。これこれちょっと頭持ってますね。首を動かします。これもう一回前に。ちょっといいっすね。おお、倒したらこれだけ倒れます。さっきも突っ張ってたんだけど。10年越し。これはいいな。これほら、固まりある。それを対する。そう。こういうね、傷ができちゃう。一回こういう傷ができると、普通は消えないんです。だからみんなね、夢中でもなんでも、何十年も痛いって言うんだけど、この傷ついた筋肉、元の筋肉を戻せる。10年ものでも全然大丈夫。夜行バスで寝方が分からなくて、肩こってのが柔らかくなるって話なんで、もちろん全然違う。いや、それ今こっちから見てて、俺ちょうどなんですけど、マスクが見えないんです。今さっきまでこうマスクが見えてたんだけど、今この角度マスク全部見えないんです。今首取れたかと思った。びっくりした。いや、本当にすげえ下がった今のは。ですよね、極端に分かった。自分でも分かった。めちゃくちゃ触ったね。分かったよね、今ね。一瞬でもう乾くなと思って。これ他の関節このぐらい急に動くようになったら面白くない。うん、すごい。これ面白い。インサイドのひねりとか全然取ってこない。これね、これは筋肉傷ついて固まってくっついちゃってるんですね。癒着ってよく言うんだけど、癒着取れちゃったから、くっついてる筋肉取れちゃったら急に動くんだけど、そういうこともできるし、でスポーツ選手は癒着だらけなんで、大体触ってサッカー選手しか触ってないですけども、みんな癒着だらけで、癒着して痛くて、当然くっついた筋肉を外すってことはできないので、今は。やめろよ、もうやめろよ。使えなくなるんだろ、痛い。邪魔すんだ。邪魔すんな。大事な感じもして、使えないから、それやろうね。すごいわ。それは全然違った。だってこっちの方がいかないじゃんね。そっちもやる。いいっすか。だって今こっちの方がすごい。すげえ下がった。ちょうどこっから見て、わかりますよね。わかりますね。そうしたね。これだから覚えたら同じ結果が出るから。同じ結果が出るから。癒着だらけです。それは外れるんで。首曲がるよ。すごいよ。みんな首曲がるの？
な首曲がんの？いや、お前は曲がりそうだね。いや、マジで気がないんだね。このぐらいでも全然違う。バスケだって怪我なしで今まで来てるってありえる。今本当に左側の方がめちゃめちゃギュインっていってる。やっぱり膝、うん、すごいやってるでしょ。今どのぐらいのかというと、今1回やっていただいたのがあって、はい、動くようになりました。はい、でこれね、あのプロのスポーツ選手皆さん共通してそうだと思うんですけど、怪我して、ね、動かない関節の場所とか、このように動くようになると当然パフォーマンスも、まあ、元の状態に戻れますし、はい、ということでぜひ、まあ、このチームもそうですけど、まあ、多くの方に、ね、私は取り入れていただきたいと思っています。はい、何か実際体験した時の驚きとか感想とかも2週間前だったからだんだん忘れてきちゃってるかもしれないですけど、かなり、ね、あの日は踊りさんでちょっと何かその時の様子を、はい、だいぶ感動しましたね。あの周りの見ていたチームメイトも首の動きが全然違ったので、はい、私自身も動かしてるので、こんなに動くものかと思って、はい、驚きました。その時の映像を多分撮ってあるので、それもちょっと挟みながらまたお伝えできればいいかなと思ってます。はい、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。